皆さんこんにちは、レンです。今日から新企画を始めていきます。題して目指せ沖縄原付バイクで気まぐれ日本4分の1周の旅。はい、ありがとうございます。いや、もうなんで4分の1周やんって話ですけど、まあもう気まぐれで行くんでちょっと許してください。沖縄でスピアフィッシングとか漁の練習とか釣りの練習とか、ちょっと夏は沖縄にいたいなということで行くだけなんで、たまたまその道すがら静岡から沖縄行くってだけなんで、まあちょうど日本4分の1周ぐらいかなと思って、企画もって初めてなんでね、どうせだったら1回目は装備の紹介でもしていこうかなって思います。まあ一応装備はこんな感じですね。でバイクの種類はみんな大好き ZR。 ちょっと学生の頃やんちゃしてた人だったらみんな大好きなんじゃないでしょうか。高校生っぽいね。この中には、もうテーブルとか椅子とか斧とか焚き火台とかもろもろのキャンプ用品がこの中に入ってます。とはみ出たマットとテントね。このテントに関したらもう2人用ぐらい、ちょっと広いの今回使ってやろうと思って持ってきてます。ちょっと縛り方無茶あるけど、まあ大丈夫そうだね。うん、ここの幅も30センチ出てちゃダメらしいんだけど、まあいけるべな。これで20でしょ。うん、30ないくらい大丈夫そう。でこれ縛りつけて、でここにランタンだね。これ LED ランタンでめちゃめちゃ使いやすいんですよ。これとあとここに調味料やらやらを入れてます。で、あ、これもね、これいい感じでしょ。あのね、この出っ張りがね、近くのリサイクルショップで6万くらいでこの原付中古で買ったんですけど、まあこのね、多分これもともと買い物カゴみたいな買おうと言ってたんですよね。それでそれただ外しただけだからこんな出っ張り残っちゃってて、でこれソーラー充電できるんですよ。だからここ運転中にそのまま走ってたら充電できていくっていう感じなんで、ちょうどいいかなと思ってこれが付いてるやつ買いました。これもともとこいつ自体も大容量でね、6回分ぐらい充電できるのかな。25,000mAh とか言ってたかな。そんな感じかな。バイク汚ねえな。まあ、今みたいな感じで装備を備えて行ってこようと思います。初日はおそらく浜松くらいかな、130-140kmぐらい。それじゃ原付日本4分の1の旅スタート。なんかバイパスの中にも原付が通れるところと通れない区間があって、そしたら迂回しないといけなくて、急に迂回するところが現れるからようわからんだよね。だから今必死こいて違う道走ってる。でもこの道まっすぐ行ったら浜松つけるみたい。行ってきまーす。ちょっとガタガタ道を通ってると後ろに倒れちゃいそうだったから、こいつとこいつをここに置いてあったんだけど上に縛り付けました。これで多分よっぽどガタガタ道とっても大丈夫だと思う。よし、行ってきます。中田島砂丘っていう砂丘があるって聞いて来たんですけど、これ見て、ここ登るんかな。登っていいんだよ多分ね、足跡あるしね。すげえ、結構近くで見たらドーンとしとるね。で登っていいんだよね。よし行こう。うわっと、やば、めっちゃ白いな。すげえ、見て、めちゃくちゃ砂、結構砂の質が結構サラサラ、いや中湿ってるね。なんか分かるかな、分かって見えないか。こんな感じ、いいね。やべえ、シュークリーム食う前に汚れちゃった。モンターニソースみたいな上にかかってるね、うまそう。いただきます。
あ、すげえ。うまい。ザックザクだ。うん。さっきの生地ザックザク。うまかった。ごちそうさまでした。ここ雰囲気いいから、この辺で野宿できるとこねえかちょっと探してきます。ちょっと聞いてみて、ダメそうだったらやめといて、行けそうだったらこの辺でキャンプします。おいじゃ、また後で。最後まで動画見てくれてありがとうございます。気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。おいじゃ、また。